は日本の実業家である鹿児島県出身。上海リコーデン新旧有限講副総経理、静岡リコ株式会社代表取締役社長、リコ九州株式会社代表取締役社長、コカ・コーラウエストジャパン株式会社社外取締役、株式会社リコ執行役員、リコーリース株式会社代表取締役、社長執行役員、CEO などを歴任した。 鹿児島県立鶴丸高校を経て、1971年、鹿児島大学法文学部卒業、同年株式会社理工に入社。1994年、上海理工電、新規有限講師副総経理。1998年、静岡理工株式会社代表取締役社長。2001年、理工九州株式会社代表取締役社長。2003年、 コカ・コーラウェスト・ジャパン株式会社社外取締役2004年株式会社理工執行役員2009年4月理工リ,リース株式会社常務執行役員2009年6月同社代表取締役社長執行役員2010年同社代表取締役社長執行役員 CEO を歴任リコーリース株式会社代表取締役 社長執行役員期間中に4年連続の増益、2年連続の最高益更新と取扱い高及び営業資産残高の最高値更新を果たした。また、日経環境経営度や CSR 企業ランキングで上位の外部評価を獲得した。株主に対しては、配当を毎年増やし、18期連続の増配を実現し、2014年に優待。 ありがとうございます。